よし、ということでね、諸君、前回、まあ、あれなんですよ。いろいろと建てましたね。交番とか。うん、交番なんだけど。交番建てました。その時に、まあ、整地にしたんですよ、ここら辺を。そしたら、すごい広くなっちゃったと。すごい広くなって、ここに前まであった倉庫が、すごいむき出しになったんですよ。すごい歪な形してるんですよ。それはね、あんまよろしくないと僕思うわけなんですよ。なので、今日は、新しい倉庫を作り直したいと、僕は思ってる。だが、ただの倉庫ではない。そう、みんなが大好き、コンビニエンスストアみたいな。倉庫を僕は今日作ろうと思う。かっこよくない？そう、コンビニに入ったら、そう、倉庫代わりになってて、そっから物を持てると。おお、なんて素晴らしいんだと。フレジ、いいこと考えてしまったと。よし、やる気のあるやついるか？よし、やろっか。はい、やろっかね。はい。じゃあ、ここにコンビニ建てよっか。はーい。はい、よろしくー。隊長、どうした？自動ドアが完成しました。おお、見してみろ。おお、いいじゃんこれ。やるじゃん。しのすけハイタッチ、イエーイ、イエーイ、ナイスびっくりした。なんでガムシ？よし。トラダロ来て。いいかトラダロ、ちょっと上がってこい。楽しい遊びってやつ教えてやるよ。ああ、このマインクラフトにおいて楽しい遊びだ。楽しいだろう。やってみるか。隠れたな。ほら、後ろ見てみろ。よしよし。チャンスじゃねえか？それは謝った方がいい。それは謝った方がいい。それは謝った方がいいな。トラ太郎くん。今のはな。違う。うわー、ほんとだー。もう現場じゃん。やばいってこれは。虎太郎、もうやっちまったな。犯人がいます。待てなんだこれ、怒ってんのかこれ。鼻伸びたけど、カード大丈夫？鼻伸びた、やられて。あ、刺さってんのそれ。ああ、刺さってんだってこれ。抜いてあげたら、虎太郎。これちょっと抜いてあげないと。抜けた？いや、抜けないな。抜いてあげてこれ。
あ、見てる見てる見てる。あ、精神的な癒しで治るんだ。ああ、なるほどね。だから言葉だね。言葉で治してあげないと。ごめん。あ、ダメかな。治んないなー。うわー、もっと謝んないとダメだな、これきっと。あ、美味しいものあげれば、それで子供大丈夫になる？あー、どれどれ美味しいものあって。あ、リンゴ。ほら、美味しいわ。リンゴは。これ治るんじゃね？うん、これ好きじゃないんだよねー。好き嫌い。待って、あそこに羊いるよ。ベンジャミンが頑張って持ってきた。ああ、羊が。ベンジャミンの羊が。めっちゃ悲しんでる。かわいそうに。まあでもこれで許してくれるんじゃね。おお、戻った戻った。よかったね。うん、羊は犠牲になったけど。ベンジャミンも食べる。まあもうちょっとかな。うん、オッケー。子供なんか手伝って。うん、羊の毛が欲しいんだけど。加藤、羊の毛買ってきて。あれでハサミでチョキチョキンって。すげえことになってる。めちゃめちゃいらない羊ちょうだい。今羊の墓作ってんのに。どうしよっか。天井マジで悩むな。堂々は殺人事件が起きてる今これ。レスキューの人呼ばないとダメじゃね。うん、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫じゃないですか。ちょっとレスキューの人、レスキューの人お願いします。あ、レスキューの人来ました。はい、レスキューの人お願いします。助けてください。あ、こじ開ける系ね。すいません、レスキューの人お願いします。すいません、あ、怒っちゃった、怒っちゃってる、怒っちゃってる。すいません、レスキューの人お願いします。あ、いましたね。はい、レスキューの人お願いします。助けてあげてください。ダメだ、もう微動だにしない。超怒ってる。しんすけごめん、壊しちゃった。白骨化のモノマネだから率先して。あ、このところに白骨化してる人がいる。助けてか、しんのすけ。まずは人工呼吸だ。
はっはっはっ、よし、はい、呼吸、呼吸して、しんのすけ頼む、心臓マッサージしたから早くチューするんだ、チューしろ、しんのすけ、今しかない、寝るしかない、大丈夫、できる、しんのすけならできる、いや、するしかない、くそ、じゃあ誰かいねえか、なんか見てない間に殺された、すいません、誰か門戸チューできる人いませんか、すいません、誰か門戸チューができる人、ベンジャミン君だできる、お、した、誰だお前誰だよ人が変わったんだけど、ここら辺置いてもバレないんじゃね、バレないっていうか、なんか、臨界してる本人確認が必要となりますので身分証を提示してくださいそれ交番でやることよお年物ありますか、うん、あります、おー、よかったじゃん、ただ詐欺も多いので具体的には何を落とされましたか、おー、確かにいっぱい、いっぱいじゃ分かんないんじゃない、冷やかしなら帰ってもらえるかな、怒られてる、まずいぞこれ、これは怒られてるな、勤務中に飯を食うな、なんでそれ見た、別に今 いるか飽きてんじゃねえかよ石レンガ、ピッケル、ガラスとか、あー結構大事だね、では身分証をしんのすけ身分証持ってくかな、おなければ個人情報をこちらに記入してください、おー、それはやめていただきたい なるほど、あ、確かにな、個人情報はちょっとね危ないからな、では失礼します取られた取られたな、でもしんのすけ諦めな、もう、うん、あれはもうしょうがねえよ、しょうがないしょうがない、うん、また一からつけるしかねえよ、うん、かわいそうにな、血はよけるんだこの茶番が終わったら返してもらえるとか思わないでねって。よし、ということで、皆の衆。いいな。コンビニが完成したぞ。コンビニが完成した。じゃあ早速見ていくか。おーし、じゃあ、せーの。おーおーおー、コンビニが完成してしまったよ、君たち。素晴らしいじゃないか、ちょっと見てみようか。うん。さあ、なんと、このコンビニ、近づいてみて、誰か。そうだ。おー、ウィン、うん、ウィン、
そうだ、自動ドアなんだ、素晴らしいな。うん、さあ、じゃあ早速中入ろうかと。おや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 と、レジがあるじゃないですか、レジが。さあね、こうやってレジもあると、おー、なんてクオリティなんだと。ね、もちろん左を向いたら、おーっと、こうやってね、商品が陳列してると、おー、素晴らしい。ね、こうやって漁ればこうやっていろいろ入ってるみたいな。で、しかも窓ガラスもあってね、圧迫感を感じさせない、素晴らしいですね。ね、こうやってお目当ての商品を見つけたら、店員さんに、そう、いろいろなんかやってね、会計してもらって外に出ると、そう、素晴らしいじゃないかということで、コンビニ完成、イエーイ。